それでは本日は珍しく宗教をテーマにいたしましてですね、佐向文哉さん、をお招きいたしまして、この宗教対立の時代をどういうふうに考えたらいいのか、それで、ご自身アジア仏教平和会議というのに参加されて、広く、アジアの仏教者の立場からもいろいろ活動がされております。だから最近は、免疫療法のですね、霞ワクチンの団体の、代表理事長代行ということで、活躍されております。松田政経塾の1期生でもあられ、広い立場からですね、今の世界の宗教と平和の問題についてお話をいただきます。じゃあ佐向さん、よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、何人かの方はもうよく知ってるんですけど、今日初めてお目にかかる方もずいぶんいらっしゃる、今日は花金ですかね。でしかも、5000円というとちょっとパッパなんかでいっぱいやったらいい気持ちになれるくらいのお金を支払いいただいてですね、こういう、ご縁につながっていただいたということを何よりも心から感謝申し上げていくと思います。で、終わりましたからまた始めることはご縁を知りたいと思うんですけど、私はこのご縁という言葉が大変好きですね。後から説明しますけど、仏教は全ては縁であるということを真理の根本に置いてますので、それはありがたいことじゃないかなと思います。で、私は今先生さんの方からご紹介いただきましたように、そうですね、簡単に略歴に書いてございますけど、大学時代は政治経済学部でしたから、どっちかというと政治や経済の方に関心がありましたんですけれども、生まれが福井の小さなお寺ですけれども、浄土真宗のお寺に生まれて、小学校1年生から強く檀家さんをお参りしてお経をあげるということをやらされましてですね、初め非常に反発して嫌だったんですけれどもですね、それが嫌で、宗教というよりは政治や経済を通じて、世直しというのが、そういうことを学生時代は考えておりました。それで本来はジャーナリストの方に進みたかったんですけど、ちょうど卒業の時にね、松下政経塾というものができまして、応募したところをこう入ったということでございます。ついこの間民主党の代表選を戦っておりました野田佳彦君なんてのは、大学4年間同じクラスで政経塾でもずっと一緒でしたけれど、どんどんそういう政界の方にね、あるいは経済の方で活躍していらっしゃる、素晴らしいと思っております。で、私自身はただ、そのちょこっと経歴に書きましたけれど、政経塾でこう学んでおります時に、実の弟がなるという体験一つですね。あとその親友が一人は急性膵臓炎という小早稲の親友でしたけど、ちょっと膵臓で溜めて亡くなったり、あと交通事故で亡くなった同級生の女の子がいたりですね。で、まだ政治の方で一番こう指導してもらったというか考えてもらったのが中川一郎さんという方でございまして、ちょっと弟が亡くなった1年ぐらい後にやっぱりちょっとね、刑事的な、そういうことが重なる中で、やっぱりその自分の救いが欲しかったんでしょうね、最初はね。もう一回宗教、自分の生まれたその原点でもあります仏教とか宗教を勉強しようということで、京都の龍谷大学というところに戻って、で勉強を始めたわけであります。で、その今日お話しする内容はですね、いわゆる深い信仰の世界、味わいの世界をお話しするんではなくて、宗教っていうものをどうやったら客観的に痛感することができるか、ずっと私自身がそういう目を持ちたいと思ってましたものですから、いかさか突飛に聞こえるところもあるかも分かりませんが、私なりにちょっと科学の一つ、科学的な一つの知見といいますか、見方、具体的には心理学とか脳の構造っていうようなことから、ある程度宗教の類型が説明がつくんじゃないかと思っておりますので、それを申し上げたいと思っております。で、いろいろその言葉が難しくもありますので、レジュメというか、こういう
番組のですね、あのなんかいろんな書いたものがあると思います。それをちょっとこう認識していただきながら、お話を聞いていただきたいと思います。一番最初にちょっとあのカラーじゃないんで綺麗に写っておりませんけど、あの年賀カードですね、新年カードが1枚ありました。これは今もあの今日持ってくればよかったんですけど、大事に取っておるカードでありまして、1973年の新年に私が受け取ったものなんですが、私はあの実は、その父方の祖父母が戦争前に、開教師というふうに言いますけれども、仏教のお坊さんとしてアメリカに渡りました。それでそのままアメリカに帰化しましたもんですから、父は5人兄弟ですけど、父以外の4人はおじおば、あのおばが1人、おじが3人おるんですけど、全部日系アメリカ人、2世になります。でその中の一番下のおじが、高校を出てアメリカ のこのおじはあのレイモンド・ジョン・サコーという名前もですね、全然日本名がないんですけど、高校卒業してマリーンからアメリカの職業軍人として海軍に進んだわけです。で73年というのはお気づきの方もいらっしゃると思いますけど、あのベトナム戦争が一応ジュネーブの方で講和が持たれて、アメリカとベトナムの間の戦争状態がこう終結した年なんですけど、おじはあの航空母艦のミッドウェイというね、あれに乗り組んでおりまして、ヘリコプターであのベトナムの、戦闘に参加してたわけですね。でそれが終わったんで、多分こういう本当にあのね、あの下に皆様と全ての人類の願いは平和であるというカードを送ってきてくれたわけなんですけど、ちょうどこのカードに、まあ、6つの宗教の、あれが配されていまして、ちょうど半分、まあ、上にちょっと英語で申し訳ないですけど、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という、まあアブラハミックトラディション、アブラハムの伝統といいます。これ一続きの宗教でございます。いわゆる西欧というか西方型の宗教と、それから仏教、儒教、道教というもの、まあ、我々アジアのですね、東方型の宗教が配されていて、まあ、いずれの宗教であっても本当の願いは平和なんだよ、まあ、私はそういうことを言いたかったと思いますが、私もつくづくそう思いました。ただ、私は本当に宗教が原因で戦争が起こるということはあんまり考えていないんですけど、戦争、民族紛争とか国同士の戦争に宗教が非常に利用されたり、あるいは宗教的なことがあって、宗教戦争って言われるような状態になっているのも事実であります。どうしてそういうことが起こるのか、どうしたら反対にその宗教同士が理解できるのかということをこの頃から考えていたわけです。で、まあ、その弟に死なれて、その大学院に戻っていろいろこう勉強しているときに最初に浮かんできたのがこういう理論だったんですけど、まずあの宗教ということもね、あの言葉の意味からちょっと簡単にあの説明申し上げます。で宗教っていうのは、まあ、英語ではご承知のようにリリジョンと申し上げますが、リっていうのは再びと言いますね、リピートとかリプレインとかも言います。でリジョンの方は、まあ、ラテン語 の語源があるんですけれども、一つは結びつく、ね、時計というだけでいいです、赤と結びつく、ね、もう一つの意味は見えるとか見つけるとかいうような意味です。ですから、まあ、再び結びつくという意味と再び見えてくるという意味合いを持っていまして、特にあのいわゆるユダヤ、キリスト、イスラム教ではご承知のように、神というものが一切を創造した、つまり神は造物主、クリエイターでございますので、それが非造物、人間を中心とした人間と神があるべき結びつきを回復すると、もう一回そのいい関係を取り戻すという意味に多分なるんだと思いますね。だけどもちろん人間同士がそれともあるべき関係を結びつくという水平的な意味もあると思います。まあ、ユダヤとかイスラムとかキリスト教は全部そうですけど、神様との垂直的な関係と、その神様を信仰を持った人同士が今度どういう共同体を作るかという水平の関係と両方がございますけれども、そういう意味合いを持っているんですね。しかし2番目の意味で考えてみると、再び見えてくるという意味にとりましてですね、まあ本来見えていた、あるいは見えてしかるべきことだけども、なんか見えてなかったり見失っていたことがまた見えてくる、気づいてくるというんですか、再び気づくというような意味合いで、むしろその東方型の我々アジアの宗教はこの2番目の意味合いにおける宗教